もかまです。キングダムズリボーン実況パート6やっていきましょう。後頭部です、大仏様。はい、これがなんだっけ、遺産、世界遺産じゃないか。他に3つ大きい建物があって、それを建てた時点で勝ち負けが決まると。前回こちらの私が勝手に日本と呼んでますけれども、はい、このコンパクトなね、日本を全て制覇しまして、こちらの私がアメリカと呼んでいるですね。まあでも位置関係的になんかアメリカっぽくも見えるよね。うん、こっちがユーラシア大陸でね、はい、に進出というか入植ですね、しましたと。名付けてジャパンアメリカで、ジャパメリカですね。はい、結構軍隊も割と揃えてきましたということで、今回はこのアメリカ大陸を制覇していこうかなと、それを目的に開発をしていこうかと思います。まあそのためにはね、ここにいる、ナキジっていう、まあ今はねすごく友好関係を築いているいい感じの国同士なんですけれども、ちょっと大陸を制覇するためには、まあ征服なり殲滅なりをしていきたいなーっていう気もしますね。はい、あとはあの日本の島にはなかったこの宝石とか、こちらの方には金鉱石だね、うん、があるので、こういうのもですね、どんどん領土を領有していってガシガシゲットしていきたいと思います。というわけで今回もやっていきましょう。さて、とりあえずですね、ジャパアメリカの方は今を見てください。最終運搬を担う肉体労働者がいませんということで人が足りないんですよ。かといって本国の方もそんなにめちゃめちゃいるわ、あ、いるわ、肉体労働者101人。ん、あ、でもこれはあれだ、まあ、冬だから、田畑がね、耕さないから、そこの人たちが全部フリーになってるだけだね。あんまりいないはずなんですよ、こっちも。なので、ちょっと人を増やしていきたいね。移民管理局をもう一個、ここに建てましょう。あと、技術ツリーも行きたいですね。石の道行こうか。今までずっと土の道だったからね。移動速度がプラス 30%。うん。いいんじゃない？はい、研究完了。あとはこの砂の採掘場でガラスが作れるから、それやりたいですね。前提技術の金の精錬、これも、はい、どんどん行くよ。研究ポイントすげえ溜まってっから。あとこれも行こうか、パゴダ。これが最初に言ったあの大仏と同じように、合計4つ建てるとゲームがクリアになるっていう、遺産ですね。行きましょう。砂の採掘場カードを買う。ガラス精錬所も買う。砂の採掘場か。ああ、なるほど。水辺じゃなきゃダメなんですね。じゃあ、この辺りに建てましょうか。はい。ジャパアメリカの方にね、建てます。ガラス精錬所も建てたいんだが、いい場所がないな。家にかかっちゃうもんな。こっち側行きたいんですけどね。まあ、領土買ってもいいんですけど、これって、超えれないよね、多分ね。トンネル？あった、トンネル、これだ。機械学。はーん。なるほど。あ、じゃあ、これちょっとやりたいっすね。結構前提がまだあるけどな。うん。やっていきましょうよ。はい、パゴダ、研究完了。よし、じゃあ、ガラス工房、いきますか？違うや、こっちか。予算の調整。これをやらないと、トンネル掘るとこまでいけない。予算レベルを上げると、労働幸福度と効率が向上しますが、維持費が向上。なるほど。やろう。パゴダカード、19,160で購入しますか？え？たっけーけど、買っちゃおっか。買っちゃえ。はい。パゴダは229勝利点をもたらします。うんうん。石えぐ。2300。鉄の延べ棒はあるわ。あ、ガラスか、あれ。ガラス全然ないわ。そう、ガラス作んないといけないからね。まあちょっとしばらく待ちましょう、これは。で、そうだ、石の道忘れた。石の道を作りたいですね。ああ、石の道、はい、これ上書きできますね。うん、いけるいける。これとか石の道にするといいんじゃないの。まあ石を使うんですけど、当然ね。そう、作り直してよ、石の道に。おお、お、なんかおしゃれな感じになったね。石の道になるとなんかちょっと、日本っぽさが減るな。残念ながら。やっぱ江戸とかって、ずっと土って感じがしない。なので、主要な幹線道路だけ、石の道にしましょう。
チューリップ農家を建てたい。全然あれだね、肥沃じゃないんだよね。実はさ、灌漑用ポンプっていうのを研究完了してて、これで土地を肥沃にすることができるんだけど、なんと淡水に面してる必要がありますと言われました。淡水、海水じゃダメですと。ないんだなー、これが。なのでもう行っちゃいますね、ここら辺に。チューリップ、よし、土地を買収していこう。492だってクソ安いな。まあ確かなんもないもんな。あ、でもここになんかコンテナがあるね。貴重な資源が入ってそうな木箱だって。お、いいじゃない、買おう買おう。よっしゃ。で、これは、あー、木箱の中身、あー、なんかサプライズ要素はゼロですね。で、そこに交易口を立てますと。結構鉄の延べ棒が余ってきたんで、これをちょっと交易したいな。予算の調整研究完了したので、続いては、スケジューリング、労働時間を調節できる。労働時間を増やすと、あ、効率が上がるけど幸福度が下がる。あー、なるほど、やる。あ、いか、寒くなってる。あー、なんか少し気を抜くとすぐ石炭がなくなるな。石炭かい、そんなないものかい。石炭、ジャパメリカの方は石炭がいっぱいあるね。ちょっとこっちから持っていこうかね。本国の方に石炭をお持ちしたいと思います。あー、ロバートが寒さに体感出て2回死んだ。まあ別人なんだろうけどね。ロバートって多いのかね、日本で言うとこの太郎みたいな。あー、グラワインも死んだ。で、そうだ、予算の調整ってどうやるんだ。予算、あー、はい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 、全然いいですけどね、今かなり黒字だから。じゃあ例えばこれあれか、あの石炭とかであげるといいかもしれないね。これを全施設あげます。あ、予算マックスにすると効率 40% 上がるんだね。いいね。あ、すごい、チューリップだ。へえ、これあの高級品なんですよ。ちょっとまだね、ジャパンアメリカの方は全然高級品が来てないので、住宅がまだレベル2か。本国から持ってきたタイマーがあるからね、それでかろうじてレベル2になったけど、チューリップが来ればレベル3になるはず。金もあるし、もうガシガシ買ってちゃうか。地域の領有権を主張。主張。ガシガシ買っていきます。はい。じゃあ行くよー。ほら、亡き地のとこまで来ましたよ。ねえ。よし、研究で労働時間も調整できるようになったぞ。酒蔵の労働時間上げてみる。今、労働幸福と 80% だけど。上げると、うわ、20% だって、やば、20% ダメだよ。20% は低すぎでしょ。え、現代で言うとこの、月残業時間200時間とか、そんなレベル？今、そこまでして生産したいものって正直ないんだよね。なんかね、すべてが今、うまくいってる気がする。学者のオフィス、研究完了。何これ？紙工房。学者のオフィスは？紙を利用してカードを作ります。あ、作っちゃう。ははは。メタっぽい感じだね。そう、この世界の中にもうカードっていう概念を登場させちゃうのね。紙工房は木材から紙を生産。いやー、いるか？カードを作るためだったら正直いらないね。カード、だってカードもこのコピー機能あったらいらないもん、カード。いや、とりあえず一旦売っちゃうわ。やばい、ジャパメリカの食料がいつの間にかなくなってる。やばいぞ。なんか買おう。大体食材は全部同じぐらいの値段だから、パン買おう。軍隊のことばっか考えてたらいつの間にか危機になってました。よし、こういう国内がピンチの時こそ、戦争を仕掛けてですね、国民の不満を外に向けましょう。ということで、亡き地と戦争というか征服しましょうか。マスケティア、サムライ、馬上衆。あら、手札の上限に達しました。一旦じゃあこれでスタートするか。今までありがとうな、亡き地。だが今日からは敵だ。昨日の友は今日の敵と言うじゃないか。はい、よし、攻撃を開始しました。あ、だいぶ強い。何これ、防壁だって。なるほど、ここに防壁があるのか。 HP えぐいな。
これがあなたの選んだ道だというのですか。私たちは友となることもできました。ですがこの石膏を見るに選択の余地はないようですね。お、何、ちょっと冷静じゃん。なんか俺が蛮族みたいな。ですね、壁に対してはこちらも造園の用意がございます。それは何かというと家宝ですね。家宝は壁に対して2倍のダメージを与えますと。造園、さあ行け。すべて泣き字が悪いんだ。食料がないのも泣き字が悪いんだ。みんな行け行け行け。あ、待って、敵が増軍を援軍を迎え防衛を強化しました。あ、増えた増えた、マジか。あー、くそー、壁が邪魔。早く壊して、これ壊せばいけると思うんですけどね。よし、オッケー、壊した。さあ本当の勝負はここからだ。いや、こっちも結構減ってるな。あれだ、こっちも増援しないとやばいわ。よしよし、いけそうだね。よっしゃ、やりました。渦巻き工具を征服しました。よしよしよし。この敗北によって私たちはあなたの力を知りました。どうかお慈悲を、あなたの繁栄する王国の属国として身を捧げることを誓います。こんなビジュアルの人にそんなことを言わせてしまっては大変申し訳ございません。ありがとうございます。共にね、やっていこうよ。おー、貢ぎ物174か、そんなもんか。もっとよこせよ。よし、そして、世界への一歩っていう技術をアンロックしました。これは国外居留地、建設者と土地の持ち主に20アップグレードポイント。なに。あ、仲間を助けるために国外の土地に建物を建てられるようになった。へー、どういうこと。国外居留地、よくわかんない、買ってみる。あ、これに建てられるんだ。建設コスト3万するけどね、えっぐ。まあいいや、やっとこれで、機械学来ましたね。トンネル行ける。あ、そして地味に木材収穫量プラス 30% だって。これいいな。これ超欲しい。木材ね、ずっと不足気味なの。お、そして次産業自体じゃん。すごーい。いいですね。よし、これで、亡き地を属国にしました。大陸制覇に一歩近づいたかな。あと、この大陸には、国と呼ばれるものはない。部族はいるけどね。国はないですよね。小都市だもんね。うん。なので、じゃんじゃん征服しまくればいいんじゃないですかね。やばい。食料がなーい。なんかずっと食料ないない言ってんな、俺。ここのコーヒー農家で、キャベツもね、一応育て始めたんだけど、まだ足りない。あー、木がで死んでますね。死んでる死んでる。あー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 あああああ。これやばいか？やばいな？ちょっと待って。ジャパアメリカの方も食料ないね。世界的に食料がない。これは交易で持ってくるしかないな。ああ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 。いっぱい死んでるし、去ってるし。やばいな、これ。すげえ減ってるぞ。ちょっと早く。米。早く。まだか。まだ時間かかるな。うわぁ、どんどん減っていくぞ、人。これやばいな。うわ、じゃんじゃん減る。すごいすごいすごい。大金だ。まずいぞ。よしよし、来た。早くしてくれ。やばいから。で、ちょうど米を収穫し始めた。あー、ちょっとやばいわ。移民管理局今止めてたけども、また再開しましょう。というか、人がいない。働く人いないかもしれない。あれだな、優先順位変えなきゃいけないか。今までほとんどやったことなかったけど、仕事優先度の設定しましょう。移民管理局を、これな、一番上に持ってこう。で、ジャパアメリカの方の米農家、これがもう、他、こっちの方にも広げたいとこだけど、いけないんですよね。範囲以外だからね。ここ無理やりいけない？もうちょっとだけ引っかかってから、こうやって。あ、意外といけるな。あ、意外といけるじゃん。おお！いけるんだ。ギリギリ、一マスでも入ってれば大丈夫なんだね。ここがねー。あ、待って、淡水だって。あれ？じゃあ、灌漑用ポンプいける？はぁ、やった！灌漑用ポンプいけるじゃん。さあ、どうだ？灌漑用水路が利用可能になりました。はぁ、なるほど。水路を敷くんだ。こうやって、敷くと、あー、なるほどね。ここが緑になった。じゃあ、米農家ここら辺に作ればいいのか。
で、考えよう水路をこうやって伸ばしてあげると。おー、なるほど。あ、もしかしてこれ水が足りない？水が足りないとか、考えようポンプが足りないかな。こっち行ってないもんね。じゃもう一個ポンプ必要か。ん？あ、ポンプはコピーできない。マジか。コピーできないものもあるんだね。ワイルドカードは使えると。で、ここをこうやって水路をつなげてあげれば、多分こっち側の方も行ってませんか？ああ、行ったね、水ね。なるほど。これでもまだ水がちょっとこっち側足りないけど、一旦こうやって作るか。畑。米です。これでジャパメリカで大量に作った米を本国に運ぶと。やったー！研究完了した！これ、トンネルですよね。機械学。やったね。そして、木材収穫量プラス30。よーし、早速ちょっとトンネル掘っていいっすか？最初からずーっと邪魔だったここの山ね。ここを結ぶ道を作りたい。こう。おー！トンネルだー。ついにトンネルが、感慨深えー。おー、すげえ、通ってた、通ってた。めっちゃ使ってんじゃん。ここは石の道の方がいいな。嬉しい。じゃあこれであれだね。ジャパメリカの西側のこっちの領土も買いましょう。よーし！で、トンネル、掘る。こんなんトンネルいらんだろ、これ。こんな、どういうトンネルこれ。全然普通に歩けそうだけどな。で、そこに、はい、来ました。ガラス工房。ガラス製錬所。作ります。やっとこれでガラスか。よし。宝石。宝石が欲しい。宝石があるところの領有権を主張。やったね。で、宝石の採掘場が解除されました。カードを買います。ここですね。さて、どうしようか。めちゃめちゃ遠いぞ。とりあえず、ここら辺に建てましょうか。1、2、3つ建てる。で、家が遠すぎます。そうですよね。家が遠いですよね。わかってるよ。3軒ぐらい建てて、で、資材置き場を、こうやって、宝石丸出しでここに置いときましょう。で、これあれだな。こっから、わざわざこっちに一生懸命運んでいくより、都市間輸送しよう。それがいいよね。で、本国に運んじゃおう。で、市場を作っておこうか。ここら辺にな。よし。さあ、ここまで人来るの大変だぞ。ああ、歩いてる歩いてる。砂漠を歩いてますね。一人で。あ、これ淡水だよね。あ、やった。淡水あった。ここでも、灌漑できるね。へえ、あ、ここじゃ第二の、この大陸のね、第二の拠点にしてもいいかもしんないね。この辺り。おー、いいね。夢が広がっていくね。面白い。はいはいはい。人がやってきた。宝石を掘ってくれ。だいぶ、領土が広がったね。うん。今回はね、ナキジーも征服したからな。アメリカ大陸っぽいところ。だいたい3分の1ぐらいかな。征服したね。あとは、北、南。うん。まあ、他に国家はないからね。割と楽に行けんじゃねえかなと思うんですけども。はい。あとそうか、金鉱石な。これも欲しいね。北は寒そうだな。ずっと冬か、これ。やばいな。はい。このあたりはですね、次回やっていきたいと思います。で、研究もまだまだね、先があるんですよね。見て、ラーメン屋とかある。動物園とかね、ミュージアム。エンターテイメント系がやってきたね。うん。今までエンターテイメントって酒屋しか、酒場しかなかったから。うん、ちょっと国民にも楽しんでもらわないと。で、あとは、これ行きたいですね。産業時代。住宅レベル6が50個か。すごいな。うん、これもちょっと狙っていきたいところですね。そしたらもうエレクトロニクスとか出てくるから。で、あとアップグレードツリーの方もすごいよ。ほら、モビルスーツなんているもの。すごいでしょ？これも産業時代だったらね、作れるようになりますからね。ちょっと、圧倒的戦闘力でさ、辺境の国家を蹂躙していきたいね。
はい、ということで今回はここまでしたいと思います。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。